それとも持ち場？あなたたち。お、スクロースじゃないか。ここで何してるんだ？研究が一段落したから、今日は約5時間26分ほど暇な時間があるの。だからあなたたちにお願いしていたことについて聞きに来たんだけど。細かいな。お前は人間時計なのか。いやいやいや、褒められるようなことじゃないよ。褒めてない。旅人さん、聞いてもいいかな。前にお願いしたアルベド先生の隠し事についてだけど、調査は自分らの感覚が間違っていなければ、それはもう1週間以上も前のことだぞ。そんな、1週間以上？だって私、実験に夢中になりすぎて完全に忘れてた。時間に厳しいのか、ルーズなのか。つまりもう答えが分かったってことだよね。よかった、教えてくれるかな。教えても大丈夫じゃないか。見せるだけで触らせなければ。待って、何を言っているの。これは、これはすごい剣なんだ。でも絶対に触っちゃダメだぞ。これは、はあ、こんなの今までに見たことない。存分に見てくれ。なんだかオイラ妙に気分がいいぞ。すごい、こんな神秘的な武器は初めて見た。剣の中に力が流れているのをかすかに感じる。まるで生きているみたい。そんなことまでわかるのか。錬金術を学んでいるおかげかも。絶対の自信はないけど、確かに何か流れている感覚がする。あまり正確な言葉ではないから、普段の私は使わないけど、信じて、私普段はこんな曖昧な。あ、はいはい、分かったから。旅人さん、この剣で戦える？もっと詳しく知りたいけど、私には使えないから、あなたにお願いしたいの。それなら人目のつかない。初めて見た。あなたもすごいよ。戦う姿も剣を振る気迫も全て完璧だった。この剣は特別。詳しく研究するつもりはないのに、ついつい。それは剣じゃなくてお前の性分だと思うぞ。危険で魅力的で神秘的な片手剣。うん、間違いない。こんな重要なものをあなたに託すなんて、アルベド先生からすごく信頼されているみたい。これもオイラたちの実力のおかげ。私もそう思う。でもあなたたちに渡す前の剣はまだ力を大して吸収していなかったんだよね。どうしてアルベド先生はこれが。ひらめきに理由は必要ないんだぞ。オイラが人参とお肉のハニーソテーが食べたいのと同じだ。あ、そういえば今日はまだ実験を終えてすぐここに来たし、雪に埋もれた冒険者を見かけて助けるのにかなり労力を使ったから。違うよ。恥ずかしがるな。素直になれ。
から掘り出してあげた後、ずっとここにいたの？道に迷ったんだ。すまない。凍え死ぬ。もう動けない。はあ、ファラドさん、雪山の旅を甘く見すぎ。でもこの様子じゃ支えてあげないと歩けないよ。だとしても放っておけないだろう。確かに。すみません、旅人さん。他の人の心配をしてる場合か。あ、またバギーだ。我々がここに来た理由は分かっているな。剣を渡さない限り誰も返さない。ダメ、剣を渡さないで。その息だ、さっさとやっつけよう。ファラドさん、安全な場所に行こう。さあ。誰も逃がさん。その剣は偉大な執行官淑女様に献上するのだ。やはり君たちは何を争っていたんだ。アルベド先生、わざとじゃないんです。スクロース、君は資料を整理していたんだ。しかも氷に覆われた場所でこんな危険な相手と戦うの。オイラまで申し訳なくなってきたぞ。私はただごめんなさい、ごめんなさい。私はたまたまここに。何か君の興味を引くものでもあったのか。全部教えたのか。剣の力と由来についてしか教えてないし、触らせてないの。そこはちゃんと気をつけたからな。いいさ、どうせ隠し通せなかっただろうし、スクロースの知識、秘密に対する探求心は非常に錬金術の研究に向いている。迷惑だなんてことはない。ただ心配だっただけだ。次からはそれで。そこにうずくまっている冒険者は先ほどの戦闘中、私がファラドさんを守っていたので、多分怪我はしてないと思うんです。さあ、さっきの戦闘中じっとして。わあ、そんなことになってるなんて思いもしなかった。私のせいで、アルベド先生、少しファラド…あ、スクロースは頭が硬いけど心の優しい子供だな。確かに。スクロースは目を離すとすぐ変なところに行ってしまうんだ。そうだね。心配するな、怒っていないよ。ん？なんか剣が光ってないか。おや、また変か。剣の力がさらに強くなっているようだ。この辺りのファディはただものじゃないようなやつが何人もいるんだ。前にはなかった新しい力か。だから剣が大幅に成長したんだよ。寒い。もう少し頑張って。あれは…火だ。火に当たらせてくれ。
竜の力、竜の生命力は枯れた植物をここまで復活させられるのか。実に不思議だ。ただの枯れ木かと思ったのに怪物だったのか。丸呑みにされるところだったな。でもなんでよりによって剣が地面に落ちた衝撃で力が外に流す。すまない、ここにいさせてくれ、頼む。もう絶対に変なこと。あ、パラドさん、そんな地面に生えてる。はあ、給湯時がこんな場所で枯れていたのはもしや汚れた力を吸収できなかったからだろう。旅人の能力によって浄化された純粋な剣祖力は怪物を復活させ、そして純粋な生命力は再生力も上げるようだ。おそらく今後も襲ってくるだろう。僕もこんなことは初めてだ。このような珍しい状況に遭遇できたのもある意味では収穫かもしれないね、スクロース。あ、はい。あの冒険者をキャンプ場まで送ってくれるかい。わかりました先生。ここの問題に関してはすまないが、再び君にお願いしなければいけないようだ。予想外の面倒事も頼まれるなんて、オイラたちますます